皆さんこんにちは。今日はナスのナムルをご紹介したいと思います。きれいに洗ってヘタを取ったナスを縦半分にし、5、6センチの長さに切り分けます。アクを取るために10分ほど水につけます。水気を切って皮を下にし、蒸し器に並べます。ナスを蒸します。鍋のお湯が沸騰したらナスを4分ほど蒸します。ナスの大きさによって多少蒸す時間を調整していただく必要がありますが、抵抗なく串がスーッと刺せればちょうど良い蒸し上がりです。蒸しすぎてしまうと食感だけでなくナスの風味も落ちてしまうのでご注意ください。蒸したナスを取り出し冷ましておきます。素手で触れるくらいまで冷めたら食べやすく縦に裂きます。完全には絞りきらないように注意しながら軽く絞ります。ナスのナムルは食感と風味を大切にしたいので、ちょっと水分が多めかなというぐらいに絞るのがちょうどいいです。調味料を加えていきます。まず塩一つまみを加え和えます。汁醤油もしくは薄口醤油、みじん切りしたにんにく、細かく刻んだネギ、白ごまを加えて和えます。最後にごま油を加えて優しく和えれば出来上がりです。ナスのナムル完成です。ナスのナムルは冷やして食べるのもおすすめなので、作ってから冷蔵庫で冷やしておきました。では、いただきます。この白いところが、ふわふわしっとり、口の中でじゅわっと旨味が広がるんです。美味しいです。ナスのナムルは、蒸し加減と絞り具合がポイントですね。このナスのナムル、蒸す工程をレンジで加熱して作ることもできるのですが、レンジで加熱するとちょっと筋っぽくなってしまいます。またふわふわしっとりとした食感や口の中でじゅわっと広がるナスのうまみは、蒸し器で蒸した方が断然おいしくて、しかも色味もきれいに仕上がるので、ナスのナムルはぜひ蒸し器で蒸して作っていただきたいなと思います。今日ご紹介したナスのナムル、この時期我が家でもよく作る夏のおかずの一品です。ビビンバの具としてご飯の上にのせたり、冷たいそうめんの上にのせて食べたりもします。味付けも細かく刻んだ青唐辛子や粉唐辛子を加えてピリッとさせたり、お酢を加えてさっぱりと仕上げても美味しいですよ。